はい、スタッフの皆様、ヒロインインタビューを始めたいと思います。本日のヒロインインタビューはゴールキーパー山下選手、そしてピッチャー高川選手です。本当にナイスゲームでした。ありがとうございます。そして田中選手も取りました。今日は3人セットでいきたいと思いますので、はい、行きました。それではまず、キャプテン、そして先制ゴール田中選手です。ナイスゲームでした。ありがとうございます。昨シーズンにつき1回のゴールということで、どうし振り返っていただけますか。本当にキャプテンとしてどのあたりですか。まあ、でも数少ないチャンスをものにしたのと、相手のシュートシーンをビッグセーブしてた、その要所要所でポイントを取れたところかなと思います。さあ、そしてその山下選手、前半一番上がりましたね。いかがでしたか。新潟さんはクロスが少し遠くので、いい中盤のような一気感の選手なので、お互いを集中してディフェンダー距離感だったり、クロスの時に11番だったり、リピーしないということを心がけてプレーしてたら0になりました。過去戦のね、第5セット、すごく負けゲームが今日の負けゲームに向かう、集中するきっかけになってたと思うんですけども、今日の開催で新潟のイメージはどんなチームでしたか。カップ戦に対して自分がチームの力になれなかったのですごい悔しくて、絶対この開幕戦でチームの力になりたいと思ってプレーを望んで、新潟は、いいキーパー、いいディフェンダーマーク、いいポジションにいい選手がいるので、去年は少し難しいシーズンになりましたけど、間違いなく優勝候補のチームだと思っています。その新潟から移籍をしてきました高川選手です。ありがとうございました。今日はありがとうございました。ゲーム終了直後ちょっと涙が出てきましたが、今のお気持ちを教えてください。今日はなかなか自分の持ち味を出すことができず、それだけで、ね、この試合にかける思いがあったんですが、どうですか、キャプテン、こういう持ち方を選手見て。いや、本当、カップ戦の時、フルスラッシュ絶対勝ちたいって、みんなも力のために思いで、負けちゃったんですけど、今日こうやってリベンジできて、フルスには負けないでっていうところが、先生と、力もすごい気持ち出したけど、シシミにいい、持ち味を発揮してくれると思います。ありがとうございました。走るしかできなくて、でも山下さんを含めて全世代もしっかり集中して失点ゼロに抑えたことは良かったなと思います。ありがとうございました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 。さあ、山下選手、2年ぶりの優勝に向けていいスタートが来たと思うんですけど、そのあたりがいかがでしょう。優勝するにもすごく大事な一歩なので、ここを笹谷の方が現地の勝ちを運んでいただき、その皆様の前で勝つこと、一緒に戦って勝つことができたのはすごく良かったなと思います。そして田中キャプテン、優勝者に向けて、ね、山下選手からお話がありましたが、お二人はなでしこジャパンの活動でなかなか、ワールドカップ、そしてアジア大会、浜野選手がいて、またオリンピック戦で、非常に難しいコンディションの調整だったと思うんですけど、そのあたりはいかがでしょうか。まあ、それで自分たちがコンディションを保つのは、プロとしてやらなきゃいけないことですし、まあ、いやいやもしっかり、チームメンバーが練習を取り組んでくれて、なかなか合わせたりとかない。
そして北川選手がね、1戦目と代表がいない中で戦ったんですけども、代表がいない中で、副キャプテンとしてね、どんなことが難しかったですか、チームの中で。新加入というところもあって、副キャプテンを任されて、まとめるというのは難しかったですけど、自分ができることは声出すことだったので、練習から声を出すようにしてました。今日は3人で点を取り、それぞれ点数をつけたら何点でしょう、10点満点で。今日の試合、お一人ずつ、思い切って。6点。厳しい、やっぱり。さあ、もっと厳しい山は、山下選手。自分のビルドアップが全然納得いかなかったので、3点でしょ。厳しいでしょ。勝っても厳しいんですよ。さあ、高橋さん。私も自分らしさを追い切れなかったので、3点です。皆様、そんなことないですよね。頑張りましたよね。はい、ありがとうございます。そしたら、次の人も高橋さんですから、これは大変です。今日出てた課題がありましたけど、すぐまた与えていきます。第2節は仙台で乗り込んで、毎年仙台ですけども、ここから1週間課題でどんなところを克服してチームゲームに臨みましょう。しっかりともっとポジションサッカーをして、しっかりとボールをつないで、もっとゴールを取れるように頑張りたいと思います。さあ、山下選手、視点広く臨みたいので、後ろの後ろはゼロで、今日田中さんに本をロゴロゴを配給したように、田中さんに、優勝したチームのように優勝したいなと思います。優勝決まった田島さんですね。はい、そうです。また田中さんも見たいと思います。さあ、そのまま田中選手、不審点をつけるというフェンレンスからのメッセージを受けていただきましょう。後ろの手本に大変だなっていう、厳しい戦いでも走ってでも持って、連携で声をかけながらやってくれてるので、前線はもうちょっと反発力を持ちながら、まあ、早いよりはアメスターでの勝率が高いと思うんですけど、アウェーでも同じような雰囲気を皆さんにぜひ作っていただきたいと思って、来週、先生にお待ちしてます。そして最後にですね、選手が着ているユニフォームを T シャツ、この雰囲気をちょっとキャプテンからちょっと簡単にご紹介T シャツを。まあ、本当にいいな、この間のカプセルホームの時に復帰おめでとうであったんですけど、また練習場最大列っていう、選手にとっては厳しい、めったに大変な怪我をまたしてしまったんですけど、復帰はまたさらにパワーアップして帰ってくれることを信じて、みんなで応援の気持ちを持って、この T シャツをみんなに着てます。いいですね。さあ、その水野美奈選手、皆さん、本当にもう1シーズンね、お待ちください。2回目のゲームでも、こういうことをね、先輩たちがなかなかしてくれて、どんなお気持ちですか？まずは、ありがとうございます。Yeah.
皆さん、文献の辻元美です。皆さん、もう一度大きな拍手をお願いします。ありがとうございます。頑張ってますね。はい、ということでね、今日はね、このね、複数人数のね、インタビューとか初めて挑戦しましたけど、いかがでしたでしょうか。この調子にいただけましたでしょうか。